そもギリギリなんですよ、あの受かる合格点っていう意味だとね、うん、結構みんなが取ってる点数っていうのは。でその中でいかにやらかさないかの勝負だから、周りも同じぐらいは取ってきてんだなって思わなきゃダメなんですよ。武田塾チャンネル。まあ多分一番これの使い方が知りたいんじゃないかっていうものがあるんですけど、何かわかりますか？なんだろう、何ですか？過去問？過去問ですよね、やっぱ、まあ、解けばいいじゃんって話なんですけど、まあ、そうは言ってもでも解いてじゃあどうすればいいのとか、どこの大学解けばいいのみたいな、いろいろ悩むと思うんで、まあ、ちょっと早いうちにやっておこうと思いますので、それではよろしくお願いします。はい、はい、ではですね、過去問で合格点を取る意味って何なのって話をこうしていこうと思うんですけど。そうですよね、ちょっと気になりますね。はい、皆さん質問なんですが、はいはい、過去問で合格点が取れたとして、はい、それを取っている人は実際に合格する人数と比べて多いと思います、少ないと思います、同じだと思います？少なかったりしますか？これはね、はい、多いんですよ。あ、多いんですね。だってさ、練習時点で合格点取れてる人だったらさ、うん、それは本番で受かる人が多いと思う。まあ確かに普通に考えたらそうかもしれないですね。そうでしょ、少なかったら受からないって話になっちゃうか、合格点が下がるだけって話になるから、うん、はい、割とこれ自分がよく言ってる話なんですけど、はい、多分合格点を取ってる人は受かる人間の倍ぐらいいると思ってた方がいいよっていう話をしてるんですよ、うん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 、でその中には余裕で受かる層もいると思うんですよ、はい、うん、まあ、手は言っても上位になればなるほどそれは減ってくるから、うん、せいぜい2割とかそんぐらいじゃないと余裕で受かる層っていうね、うんうん、だから残ったもう全体2倍ぐらいの人数いるって考えたら残り 1.8 倍ぐらいいるわけじゃないですか、はい、0.2 が余裕で受かる層だったら、1.8 倍の中で残りの8割をこう取り合うみたいな中になってくるわけなんですよ。うん、だ1000人受かるとしたら、はい、200人は結構もう順当にほぼ間違いなく合格する、はい、で残り800人のこう枠を1800人ぐらいで取り合うみたいな感じ。すごい、はい、でただそれだけじゃないんですよ、うん、はい、戦えるレベルの人たちっていうのがいるんですよ、はいはいはい、つまり受かる可能性的にはそれこそ1割2割とか、はい、せいぜい3割ぐらいだけど、問題の相性が良ければ受かるって、さっき言った安定しない人たちですね。この人たちはさっき言った合格点、まあ、全科目のトータルで合格点取ってる人と比べたら、はい、さらに人数多いと思いますね。うん、そしたらそれもやっぱりこう受かる人間の2倍とか3倍ぐらいいたりすると思いますねって話なんですよ。うん、そしたらまあ、そこの層の人たちはやっぱり実際受かる人数はかなり少ないと思うんだけど、やっぱでもその受かりそうな層の人たちがやらかしたらその人たち抜かれる可能性があるわけじゃないですか。確かにそうですね、うん、だから実は過去問で合格点が取れた時点でも、はい、受かる可能性はそこまで高くないってことなんですよ、うん、そこからやっぱりやり込んでさらに点数稼げたり逆に落とす要素をいかに消すかっていう話をしてって、そこでこう合格点を本番で取れるようにする、うん、ところですね。だそのためにはやっぱり、まあ、さっきまで述べてたような曖昧な要素を消していったりとか、切る問題、捨て問を判断する能力とかをちゃんと磨いていく必要があるということになってくるわけですね。これがそう直前期だとすごい大事なんですよ、はい、うん、割と合格点取った瞬間大丈夫だって思ってたりとか、あと入試受けた後も学校問題合格点取れてたのに本番だとやっぱ難しくてとか、本番ご、うん、合格点が上がっちゃってみたいなことを言う人は結構いるんですけど、うん、そうじゃないんですよ、うんうん、そもそもギリギリなんですよ、受かる合格点っていう意味だとね、うん、結構みんなが取ってる点数っていうのは。でその中でいかにやらかさないかの勝負、うん、だから周りも同じぐらいは取ってきてんだなって思わなきゃダメなんですよ。その中でどう勝つかって話なんで、はい、うん、気は抜けないですね、はい、本当に。なので合格点取る意味っていうのは、うん、受かりそうな人ゾーンに入ったって意味だぞっていうのをまず、うん、今回はですね意識してもらえればと、はい、そこはまず、うん、ある意味のゴールにが見えてきたぞゾーンだよっていうのをしっかり見てみてもらえればと思います、はい、
はい、で最後はまとめに、いきたいと思います。大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます。イベントの特設ページ、こちらから、7月中、こちらでですね、早慶、Gマーチ、カンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。